揃ったよね。準備に不手際はないわね。完璧よ。大丈夫だと思う。映像解析の結果が来ました。レベル2キャンサーはデススラッグ1体とのこと。敵集団は新宿ドームに向かって進行中。私らがダンジョンで倒したでかい敵でさえずっとレベル1だったはずだが。そうよ。だからあなたたちには基地周辺の防衛を命じます。前線には先輩部隊に行ってもらうわ。待って、私たちも前線に行かせて。なぜ？私たちはどこよりも早く4層を攻略している。 31A はともかく 31C ならやれるわ。そうね、今の 31C ならこの戦場にも耐えられるかもしれない。私らも前線に行く。私らだってダンジョンで戦って十分経験を積んできたんだ。倒せる敵、倒せない敵の判断もできるようになった。決して無謀ではない、そう考えます。わかりました。確かにあなたたちは我々の想定を上回る速度で成長している。あなたたちの力を信じましょう。 31A と 31C 両部隊にデスラック討伐作戦への参加を命じます。ち、あいつらも来るのか。負けてられないでギース。あなたたちがデススラックを相手する必要はないわ。直接戦闘は経験豊富な先輩部隊が担当する。あなたたちのミッション内容はドーム周辺および内部に侵入したキャンサーの殲滅よ。時間がないわ、総員出撃。了解。なあカヤモリ、ダンジョンの真相に到達する勝負はお互い4層到達でイーブンだった。だからここで決着をつけようじゃないの。つまりこの戦場でより多くのキャンサーを撃破した方が勝ちってのはどう？デススラックが迫ってきてるみたいだけど、ヤバくないか？もしかして怖いのかい？イヴァールちゃん、行きますよ。いいね、カヤモリ、ここで勝負を決するよ。バールちゃん、張り切るのはいいですけど、無理は禁物ですよ。わかってるわ。でも、今の私たちならやれるはず。入隊式で会った日から、同じ釜の飯を食べて訓練して、結束力を高めてきた。それはそうでござるな。攻略で得た経験が生きているみたいですね。山脇様は決して負けないでギース。そうよ、このまま突き進んでデススラックとかいうボスキャンサーも私たちで討伐するわよ。やっつけたでギース。敵集団の殲滅完了です。いい調子よ、このペースなら 31A に勝てるわ。次、少しペースダウンせんか。この先まだ何があるかわからんぞ。今日だけでいい、お願いだから。わかった、お前がわしらの隊長だ、信頼しよう。ありがとう。ユッキー、残りは？ビルの陰に潜んでる奴らを倒せば終わりだ。順調だな。31A の皆さんじゃない。よう、そっちはどうだ？雑魚ばかりで楽勝で消すよ。ん？あれは？え？そこのビルの上だ。
な。でかすぎるでしょ。やばいでけえ。まともにやったらひとたまりもない。こいつを先輩部隊に任せましょう。交代して迂回するよ。31、あんたらもノロノロしてると死ぬよ。デススラック、あわよくば私たちでぶっ倒して先行を上げてやろうと考えていたのに。見上げるほどでかくて手が届かないでギン。迂回する判断は妥当だな。今のわしらでは太刀打ちできん。ええ、先輩部隊にお任せしましょう。新たな敵集団です。あんな化け物に構ってる暇はないわ。要は討伐数なんだから行くわよ。やっつけるでき。先に滅ぼされるわけにはいかないの。いい攻撃でござる。覚悟するでござる。次が来たぞ。まだまだやるでけよ。もっと目立つでござる。こういうのはどうかしら。十字の方向に敵。まだ来るでござるか。さて、どう料理してやろうかしら。ドキドキ。さすがです。ちょっと間違うだろ。ここいらのキャンサーは全滅させたわね。かなりの数を倒したでござるよ。さつきさん、どうかしましたか。 31A がまだ追ってきていません。迂回ルートのキャンサーは私たちがあらかた片付けたのに。別のルートに行ったんでしょ。引き返したのでなければここしかルートはなかったぞ。まさか。無謀にもあのデカブツに立ち向かってやられてしまってなければよいが。くっ、くっ、くっ。山脇様？このまま行けば討伐数勝負は私たちの圧勝。ええの座ももらったようなもの。おい、こんな時に何を言っている。だからルートを変更するわ。一旦引き返す。それであいつらがもし戦ってたら少しばかり手を差し伸べてやってもいいわ。あの怪物に立ち向かうでござるか。バカ言わないで。あいつらが撤退する時間稼ぎをしてあげるだけよ。それでより私たちの勝利を確実にできるというもの。それでこそ山脇様でキス。はい。素直に心配だと言えばよかろう。さあ行くわよ、あなたたち。見るでござる、戦いはもう終わってるでござるよ。あいつら生きておるか。デススラックがいない。あそこを見てください、戦闘が立っています。ということは、あんたらあいつを撃破したっての。マジでキスか。でもあんたらがのんびりデカブツと戦ってる間に討伐数は稼がせてもらったわ。とりあえずドームの方に戻ろう。まだキャンサーが残ってるかもしれないし。いい加減負けを認めなさいよ。私たちはドームの人とは接触禁止なんだった。ほら、おかえり。はーい。そんな、全然気づかなかった。あなたが助けてくれなかったら
今の子が犠牲になっていたというの？ルカはさ、こんな奴なんだよ。頭も良くないし、性格もおかしくて、何を考えて生きているのかも謎に思うことがしょっちゅうだ。でも、目の前の欲になんて溺れない。一番大事なことをおろそかにはしない。そういう奴だ。私が、目の前の欲に溺れてたっていうの？あんたらは結局、司令官に自分たちの方が優秀だってことを見せつけたかっただけだろ。ありがとう！さすがセラフ部隊だ！強かっこいい！まさに人類の希望！感謝と称賛の声がここまで響いてくるでござる。もし 31A がデススラックを倒していなかったら、ドームに甚大な被害が出ていたかもしれません。あの声はあいつらに向けられたものだ。何言ってるでギスか。山脇様も大活躍だったでギス。ありがとうプンゴ。でもサツキの言う通りだわ。私は勝負にこだわるあまり大切なことを見失ってしまっていた。山脇様。